トランプ氏も若々しいと言っても70代でございます。バイデン大統領に至ってはもう80代ということで、バイデン大統領がついに次期大統領選不出馬ということで出馬を撤退するということで、民主党の候補今副大統領を、務めているハリス副大統領59歳、女性ですね、こちらの方に任せる後継指名をしたということになります。まああまりにも遅すぎる撤退、支持者の中からもすごく、不満がついて、回ってますし、またダブルヘイターと呼ばれるトランプもバイデンも嫌だみたいな人たちからもすごい不評の声が届いておりますが、さてどうなることやらということなんですが、まあこれまでもトランプ VS、バイデンの代表候補争いのところの討論会で認知症寸前じゃねえか、あるいはもう認知症なんじゃないかみたいな言葉も出てきたりとか、ウクライナのゼレンスキー大統領を紹介するときにプーチン大統領だなんていうふうに言ってすぐに訂正してましたけれども、本当に認知症なんじゃないかっていう疑惑が、すごく出てきております。ハリス副大統領を指名するんではなく、今すぐ大統領を、辞任してハリス副大統領が大統領になって現職の大統領として選挙に臨んだ方がいいんじゃないかとかね、そういう意見も出てきております。なんでこんな現象になってるのかと、トランプ氏も、ね、若々しいと言っても70代でございます。バイデン大統領に至ってはもう80代ということで、もう大統領を務めたら85歳とかね、それぐらいになってしまうということで、高齢の大統領候補っていうのがなんで出てくるのか、これはもう、理由がありまして、まず SNS の分断ですよね、トランプ支持者っていうのは南部の貧しい白人っていうのが象徴的ではあるんですけれども、そういった人たちが自分の州から一歩も出たことがないような人たちが SNS で完全にトランプ支持の SNS しか見ないわけ、自分が好きな人しかフォローしてないんで、そういう人たち FOX ニュースとか、そういう系の保守系の白人の人たちの発言ばっかり見てるから、トランプの正義しか見てないわけですよね。トランプが例えば検察に起訴されたりとかすると、あれは陰謀だとか、この間銃弾事件もありましたけれども、まあ、あれが決定打だったでしょうね。バイデン大統領が出馬を断念するっていうのは、これは勝てっこねえやと思ったからそういう風になったんだと思うんですけれども、そういう流れの中で SNS の分断がまずトランプをやはりあれだけ、まあ、テレビとかのリアリティショーで You are fired って言ってた人ですからね、そういった人が大統領候補になってしまっている。こっちが共和党の問題ですね。もう一つが、バイデン、なんでバイデンさんなんだって話、昔ね社会党の党首で村山富市さんって人が首相になったことあると思うんですけれども、要は左寄り左派リベラルの人たちから嫌われないおじいちゃんなんですよね。村山さんもすごく人柄良さそうな感じだったじゃないですか。なんでかっていうと、まあ、左派リベラルの中には、低所得の労働組合の組合員みたいな人がいたりして、高学歴の生意気な女性、例えば蓮舫さんみたいな人って大嫌いなんですよね。蓮舫さんに入れるぐらいだったらまだ小池百合子の方がマシだというふうに思ってしまう人も結構いたりとかするけれども、それと同じような現象ですね。ハリス副大統領ってどっちかっていうと高学歴の女性だと思うので生意気だっていう風に思われて当選難しいんじゃないかなっていう気もしなくもない。だけどバイデンが民主党の結局代表候補だったわけじゃないですか。そうなってた理由というのはリベラルの中で嫌われないポジションだったってことですよね。オバマも高学歴じゃないですか。言っても黒人のマイノリティで高学歴で上院議員務めてる生意気なやつだなと思って労働者の、低所得の労働者の人たちに行きたくないみたいな気持ちになっちゃうんですよね。村山富市さんだったら人柄も良さそうだし、まあ一過この人で、だそういう現象でバイデンが選ばれてたっていうことが、こんな時期になって民主党の大統領候補が変わってしまう、この大きな原因なんじゃないかな、そういうふうに思いました。いっとるっしゃい。